片古山は、朝鮮民主主義人民共和国の軍人。中国名は、リア・マオ。安派の重鎮の一人であり、近日政らの満州派とは競合関係にあり、向上的な監視を受ける立場にあったが、優秀な野戦指揮官であった片古山は、朝鮮半島統一のために創設され、戦力増強を急ぐ北朝鮮軍内にあって高い、作戦指導力と組織力が評価された。 朝鮮戦争開戦時の朝鮮人民軍第六、師団長。1916年、環境北道に生まれる。満州事変後に、国力交渉密山形の遊撃隊で活動。1936年、中国共産党に入党する。入党して片古山は抜擢されて、モスクワに送られ、東方勤労者共産大学で学んだ。 1939年、延安に帰還した片子山は、高日軍政大学東北幹部訓練組で学び、後に八祖寺軍の部隊に配属される。1942年、中共中央海外委員会の研究班朝鮮組で働く。1943年から、朝鮮革命軍政学校で活動し、1945年2月に、同学校の第一区隊指導員。 終戦後は、東北に進出し、朝鮮義勇軍第一死体政治委員を務める。第一死体は、その後、東北野戦軍独立第四死となり1948年には、第166死となったが、片小山は終始、政治委員を務めた。中国は、国境内戦に勝利すると軍を整理した。これにより、 朝鮮民族出身の人民解放軍3個師団と2個連隊が中朝秘密軍事協定に基づいて北朝鮮に帰国した。人民解放軍第164師が北朝鮮第5師団、第166師が第6師団、独立第15師が第7師団に改編され、八祖寺軍出身の師団長が指揮した。中国から北朝鮮に提供され、 新ウィンに駐屯した中国人民解放軍所属の東北義勇軍第166師は朝鮮系中国人1万名が主体で、これを八祖寺軍出身の片小山が引率し、訓練を行い北朝鮮第6師団とした。これら実践経験を持つ朝鮮系中国人の部隊は北朝鮮軍の能力の向上に大きく寄与した。北朝鮮軍第6師団は朝鮮。 戦争開戦壁等の国境開戦に参加、最初に観光を渡った北朝鮮軍となった。観光を渡った第六師団は湖南地域を石鹸した。この功績で第六師団はこの絵師団の称号を与えられ、片湖山は英雄称号を授与された。同志諸君、敵は魔改した。我々に付与された任務は珍珠、馬山の解放と残存的部隊の殲滅である。 陳寿賭場山の解放は、敵の息の根を止める最後の戦闘を意味する。片古山、1 9五十年七月二十五日不山をめぐる、戦いの前哨戦、加藤峠の戦いでは、アメリカ軍、第二十九連隊第三大隊を巧妙な、待ち伏せ攻撃で撃退した。この時の攻撃で、朝鮮戦争開戦時の韓国、陸軍参謀総長だった斎平徳少将も、 戦死している。この待ち伏せは、故意に峠を解放して、米軍を誘致し、一撃で壊滅させた戦闘として名高いもので、アメリカ軍は、加藤の罠と呼びあらゆる面での自戒の死としている。普山共闘歩の戦いでは、第25師団と交戦した。8月の起因作戦によって4000から5000名の兵力と戦車13両の損害を受けたが、8月12日に、 大鳥岩里の第五連隊を野襲して、砲兵大隊二個を壊滅させた。これにより、大鳥岩里渓谷は、地の渓谷砲兵の墓場と呼ばれるようになった。国連軍の大反抗である、二川上陸作戦により、ソウルが奪還されると、朝鮮半島南部に包囲された北朝鮮軍の多くで脱走と投降が発生し、大半が無賛し、 北朝鮮本土への帰還が果たせなかった。しかし、第六師団は分散せず、むしろ他の部隊の分散した人員を吸収して、兵力を拡大した。さらに、占領地行政に送り込まれた文官8000人を収容し、チリ山に潜伏した後、10月末から11月初めにかけて山伝いに北朝鮮に撤収した。11月初旬に事故道に到着し、 ここで中国人民志願軍の戦闘部隊と合流して交代を終えた。この功績によりか古山は中将に進級し、新設の第五軍団長に抜擢されるとともに、朝鮮戦争全期間を通じて5人のみの英雄称号二重英雄と国旗勲章第一級を除勲された。1951年1月、第五軍団は正月構成に参加し、 原州を奪取しようとしたが、国連軍の抵抗によって、大損害を受けて、横城の北方に撤退した。1951年2月12日、原州を東に迂回して包み川に向かって、攻撃したが、撃退され再び防御的な役割を引き受けた。2月27日から春川高海廊を眼強に、防衛した。3月中旬になると、高船軸戦に沿って後退した。 1951年4月下旬の構成に参加したが、限られた目標しか達成できなかった。1951年5月、中朝軍の5月構成に参加し、検査と地域で韓国軍を包囲して1200人の捕虜と多くの資材を得た。1951年8月から9月まで、アメリカ軍内従軍団による、 夏季構成と周期構成に対して頑強に抵抗した。小部山に過ぎない4キロ、平方メートルの3階である983高地を奪取するのに、国連軍は3週間の期間と3000人の損害、36万発の砲弾を要した。ジェームズ・バンフリートはタロンズ作戦を構想していたが、死傷者名簿を見て中止した。 続く931高地でも抵抗を受け、30日の日数と約2000人の死傷者を出した。戦場となった983高地を地の両線、931高地を団長の両線と呼んだ。しかし、第5軍団もこの戦闘で消耗し、10月に中国人民志願軍第68軍と交代して、部隊を再編成した。 1952年12月、西海岸式部副司令院。朝鮮戦争休戦後は、軍事科学院長、軍事大学総長などを官職に追いやられ、1955年に英雄称号も投石も剥奪で、粛清の手が及ぶと、病気療養名目に中国に逃亡した。朝鮮戦争中の朝鮮人民軍で最も有能な指揮官の一人、 アメリカ情報部の情報資料ファイルによれば、とても静かで公正な人だった。指揮下の人々の面倒を見たため、彼らから大いに称賛され、尊敬された。中国語とロシア語を流暢に話した。アメリカ極東軍情報部の資料によれば、人民軍における最高の軍団長、一流の戦略家であり、部下を最大限に活用する。 戦術家及び司令官として評価されている。方はいつも部下の状態を気にかけていた。浸透、後方の攻撃、野州奇襲といった中国の戦術に偏っている。白兵戦を好んだが人海戦術のようなものは避けていた。ありがとうございます。